アリエスの乙女たちや天井の虹で知られる少女漫画家の里中まち子、里中まち子さん。古代史をテーマにした歴史漫画を多く手掛け、歴史好きな人々にも高く評価されてきました。今回はあまり知られていない里中さんの普段の生活について見ていきましょう。結婚歴と学歴、大阪芸術大学の教授を務めているという情報をチェックします。合わせて、病気になったという噂、病名はリウマチだったという情報の詳細に迫ります。里中まち子のプロフィール、本名、里中まち子、生年月日、1948年1月24日。身長、不明、出身地、大阪府大阪市、最終学歴、大阪市立桜宮高等学校中退、目次、里中まち子は結婚後に離婚し、今は独身。里中まち子の学歴は大阪市立桜宮高校中退、高卒から大阪芸術大学の教授。里中まち子は若い頃に病気を患う、リウマチと卵巣脳腫。里中まち子は結婚後に離婚し、今は独身。幼少期から子供を産むのが夢だったという里中さん。当然、結婚願望も強かったはずです。里中さんは16歳の時、ビアの肖像、レコーダン社新人漫画賞を受賞し、高校在学中から漫画家として活動をスタートさせました。漫画家として多忙な生活を送っていた20代前半の時、編集者の男性と結婚します。しかしその後は離婚したため、子供を産むことはできませんでした。離婚後は仕事だけに明け暮れていましたが、割る時、しまった、と思ったそうです。昔から望んでいた夢がついえたことに、大きなショックを受けたのでしょう。離婚後は再婚しておらず、2021年現在も独身生活を送っているはずです。漫画家として第一線で活躍し続けたものの、子供を作らなかったことは大きな心残りに違いありません。子供の代わりに、自分の作品を子供のように可愛がることで、心の空白を埋めてきたのかもしれませんね。里中まち子の学歴は大阪市立桜宮高校中退、高校在学中に漫画家デビューを果たした里中さん。通っていたのは大阪市立桜宮高校です。通称、桜宮高校として知られる公立高校で、淀川河川敷公園と隣接した自然豊かな学校です。大学受験の時期が近づいた3年生の時、教師からは受験勉強に専念するため漫画家業を休業するよう勧められます。里中さんは、学校には一生行くわけではないが、仕事は一生やると考えました。そこで3年生で中退し、漫画家の道をまっしぐらに進むのです。高卒から大阪芸術大学の教授、里中さんは漫画家の道を突き進むため、大学には進学しませんでした。そのため最終学歴は高校中退ではあるものの、漫画家としての実績が評価され、大学の教授となります。教授を務めているのは、大阪芸術大学芸術学部キャラクター造形学科です。2021年現在は同学科のトップである学科長を務めています。同学科は漫画やアニメの学術や理論を学ぶだけでなく、プロから現場の感覚を学べることが特徴です。現場で使用される設備を使えて、在学中にデビューを果たす学生もいるといいます。漫画家を目指す学生は、魅力的なキャラクターを作るにはどうすべきか、理論と実践を踏まえて日夜勉強しています。いくら絵が綺麗でも、キャラクター造形が不十分であれば、読者の心をつかめません。里中さん自身は高校時代、目を閉じて新聞記事を指さし、そこに載っている人の心情になりきる練習をしたそうです。人の心理、気持ちを深く理解することから、魅力的なキャラクター造形は始まるのですね。
里中さんは磨き上げたキャラクター造形のスキルを後進たちに惜しみなく共有しているのでしょう。里中真知子は若い頃に病気を患う、リウマチと卵巣脳腫。里中さんは若い頃から漫画家として華々しく活躍していましたが、その一方で病気と戦った経験がありました。患ったのはリウマチと卵巣脳腫です。リウマチは関節に炎症が起きて、関節機能が損なわれる病気。漫画家の命である手指を動かしにくくなるのですから、里中さんにとっては致命傷だったはずです。手に大きな負担をかける漫画制作は、リウマチの患者さんにとってはかなりきつい仕事だったに違いありません。それでも治療の結果、今では回復し、節々の痛みもなくなってきたといいます。さらに里中さんは、寝る間も惜しんで漫画を描いていた29歳の時、卵巣脳腫と診断されました。悪性の卵巣癌だったため、手術で卵巣を方々摘出しています。里中さんが再婚しなかったのは、そもそも卵巣摘出で、子供を産めない身体になってしまったからかもしれません。